どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけで今回はこちらの S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトを引いていきたいと思います。はい、そして皆さん、ついに覇を初めて残留することができました。いや、やはり先週はプロスピセレクションの則本選手であったりジャクソン選手ですね、ここの特訓レベルをしっかりと上げてあげてリーグオーダーに入れることができたのが大きかったのかなと思います。はい、まあ他のね、覇王の皆さんも今後もしっかり育成してくると思いますので、まあ僕もね、この S ランク限界突破コーチ手に入れて、また誰か OB の選手限界突破して、まあスピリッツをね上げていきたいなと思います。はい、今後も覇王の残留目指していきますということで、こちら引いていきましょう。 A ランク以上の自チーム選手1人確定の部分に関しては、楽天にして則本選手、岸選手をね狙っていきたいなと思います。いきましょう。よっしゃ。いやー、覇王の残留をねずーっと目指していて、いや、ようやく達成できたなと。いや、でも真の戦いはここからですよね。はい、こっからずーっと残留し続けることが大切だと思うんで、うん、こっからちょっとね残留目指していきたいなと思います。まゆみさんに使おうかな、 S ランク委員会突破コーチは。はい、まゆみさんがまあパワー型で、ミーとパワー同値っていうところで、今僕のチームにはねすごいいい活躍してくれてるんですよね。スピリッツはもうちょっとそんなに高い方ではないんですけど、まあ、これで極みにしておきたいなと思います。模擬エゴロ、まあいいでしょう。はい、という感じでございました。いやー、ということでね、ようやく僕もねここまで来れたかという感じですので、本当に今後もね気を引き締めてしっかりと育成の方をやっていきたいなと思います。いやー、本当にここ2、3ヶ月はねこの覇王残留のためにしっかりと育成をやってきたので、まあその成果が一つ出てよかったなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、覇王初残留おめでとうということはね、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今ねプレゼント企画もやってるので、チャンネル登録&高評価だけでね iTunes コードもしくは Google Play カード1万円分がね当たるチャンスがありますので、あ、そうだ、プロスピだけ動画見てるっていう人も、まあパワプロね見て高評価だけ押したっていうだけで確率上がるんで、ぜひぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。